アロハ、ハワイの大工さんです。こんにちは。こんにちは、はじめまして。ハワイで大工されてるじゃないですか、うん、それやろうと思ったきっかけとか、なんかその最初はどういう感じから入られたんですか？最初ね、まずね、あのハワイ来て、こっちのコントラクター、その建築会社に、まあ、1年行ってないか行ったかぐらい、はい、そこで、まあ、材料どこで買ってるとか、はい、あの業者どういう人たちがおるとかいうのを、まあ、ちょっと見て盗んで、はい、そして、まあ、ハワイ来てだから1年ぐらいで独立したんやけどね。そんな早いですね。うん、まあでも、まあ、その大工なんでこっちでやってるんですかっていうのは、日本でもともと内装屋さんをしとったのね。あ、そうなんです。まあ、床を張ったり、はい、まあ、壁紙も張れる、うん、そして、まあ、ドライウォール、ごめん、石膏ボード、はい、石膏ボード、まあ、和室をね、の壁に石膏ボード張って、壁紙張って、はい、ほんで床、だからまあ、和室を洋室にしたり、そういうのが結構あった時代かな、はい、あった時代っていうか、まあ、俺が世話になっとった建築会社がそういうことをして、はい、でまあ売買してる会社やったから、はい、まあまあとにかく内装屋さんしとって、でこっちでもちろん壁紙とかないやんか、はい、ほとんどペンキなのね。ああ確かにそんな感じありますよ、アメリカって。でもありがたいことにそのパテ、はい、パテするのね、下地処理、壁紙貼る前も石膏ボードに、はい、そういうのができたから、だからペンキ塗るの、まあそう、ペンキ塗ったり、今でもそうやけどね、今でも大工仕事って言うけども、何やろ、ドア一つ変えても、はい、何やっても絶対ペンキの仕事っていうのはくっついてきて、はい、だから今でももちろんペンキもするし、もちろん大工もするし、あと何するの、まあタイルとかも、ちょっとしたタイル、バスルームの改装とか、はい、キッチンの改装とかになった時はちょこっとしたタイルぐらいは全然やってるかな。あ、もうでも自分で。そうね、まあだから統括のその俺はジェネラルコントラクターっていうライセンスを持ってんやけど、はい、だから建築、まあゼネコンっていうの日本で、はい、まあだからどっちかとはそっち、だから仕事だけ取って業者に仕事を振ってっていう、はい、商売のやり方もできるけども。あ、そういうやり方もあるんです。そうだけども、まあせっかくやから自分のできることで、もちろんそんな遊んでてもしょうがないから、ハワイ大変やし。そうですね。なこうちゃんはね、1ヶ月来てるんですよ。だから何やろ、半分仕事で来てます。だから結構来てるみたいなんで、結構こっちのこともだいたい分かってると思います。まあ、そんなんいらんか。あ、でも、全然。ごめん、余計なこと。いえいえ、とんでもないです。ね、じゃあ、結構、じゃあ、日本で内装されてたのが結構生きてるって感じですね。生きてるね。やっぱり、その、大工だけじゃなく、その下地とか。そうですね、下地とかって、一番やっぱり大事な部分です、ね。そうね。もう最初、やっぱり一番、そうね、うん。大工仕事だけじゃ、まあ、飯食えない、ね。あ、まあ、カンパニー、そういうフレーミングだけの会社とかに入って、はい、働くだけであれば、もちろんあるかもしれないけども、それでも簡単に、休みがあるのよ、こっちって。はい、日本みたいに、月契約ではないから、時給なのね、はい、あくまで。で、1週間に一遍、金曜日、アロハフライデーって言って、はい、金曜日に給料日なのよ。ああ、そういう感じなんですね。そう。だから、一応それで仕事あったらそれだけでもいけるけども、多分まあ1ヶ月に3週間仕事あったらいいんじゃないって感じ。あ、うん、もちろん土日は休みやし、はいはい、だけども何やろ、まあでもほとんどの会社が何でもやってる、うん、うん、日本みたいに大きな会社があって、そっからこうさっき言ったそのゼネコンやね、はい、そんな感じ。まあ俺はだから屋根屋とか水道屋とかにも降るけども、でもその屋根屋ももちろん自分たちで改装工事の仕事を取ったらそれもやってる。ああ、いろいろされてる感じ。そう、だから大きな会社からっていう感じなしに、みんな個人でやってる感じかな、はい、うん、
そのうちの一つって感じかな、うちの会社は。なんか結構日本人のイメージからしたら、なんかアメリカってなんか雑なイメージがあるんですけど、そのなんか日本のそういう内装とか大工とかの仕事とこっちの仕事ってなんか違いってあるんですか？なんかもう全くその通りですね。やっぱちょっと雑なんです。雑。でもなんか見た感じそんな風に、実際見たら結構綺麗に作ってるなと思うんですけど。だから外観やったらそんなにわからないけども、なんやろうな、ちょっと改装してそのまあドアとか窓とかのそういうトリムとか、はい、そういったその仕上がりとかが、まあペンキやから隙間できてももちろんコーキングしてペイントしたらしまいやねんけども、結構なんやろな、日本のお客さん、はい、日本のお客さんはやっぱりそれを見て納得できる仕事かって言ったら、まあアメリカやからこんなもんかっていう感じで解釈してる、はいはい、だからさっき言ったその屋根屋さんが改装の仕事をしてるって言ったけども、だから俺があんまり仕事取りすぎたら、その会社に下請けで仕事を振って、はい、そっちの仕事やってもらったり一時期しとったんよね、はい、忙しかった時は。だけどもそしたらやっぱりそういうちょっとまあクレームやね、だ結局それを手直ししに行ったりする必要があったから、だからもう無理して仕事取んのをやめて、はい、できる自分らでできる範囲自分らでやるだけだから、もう下請けに仕事を振ることはやめた。あ、そうなんですね。結局仕事が増えるから、やらなあかん。そうですね。結局手直しに時間がかかっちゃう。そうだ、もうやっぱり、でもそういう意味ではやっぱりなんか日本人の方からしたら、日本人にちゃんと作ってもらえるっていうのが多分結構安心で。そうね。それをやっぱり言ってくれるかな。だから、そうね。やっぱりだからこそ、で、もともとねハワイってね日系の人が多いよね。はいはい、だから日系の人が結構日本人の、大工は素晴らしい仕事をするという感じでこう植え付けてくれてんのね。あ、だから結構日本人っていうだけで、ちょっと、まあ、できない仕事とか、はい、なんかそういうのを、連絡もらってできないかとか、はい、そんな感じの人もおるし、日系人はね。でももちろん日本の人は一回外国人に、ローカルの人間に仕事やってもらって、であんなんもう失敗して、はい、単純にもう失敗したと思うよね。あ、で失敗したって感じで、ほんで連絡こ次はもうやっぱり日本人って決めてたとか、はいはい、そんな感じで、そんな感じかな。いろいろ聞きたいことあるんですけど、結構あれやったな今真面目な話しとった、ね、結構良かったですね。まあこんな感じでちょっとお話ししてみましたが、またちょっと車もね日本で僕と同じそのカーゴ、シェビーのカーゴ、シェビーって、はい、まあシェビーやね。そうで、ね、結構でもなんか日本やったらもうシボレー、シボレーっていうなんですけど、だからシボレーとシェビーのなんでっていう話とか、はいはい、そういうのもちょっとしたいなと思ってます僕は。あ、してほしいです。